に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し、もう少し耐えてくれ。頼む。うわあ！ダメだ。これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さん。ドムシケラども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。なんてたら。ないぜ。たったいな。勝てる。俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てる。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何を言い出すかと思うか。いきかに触る野郎だ。皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気にせてやる。私を本気で怒らせたご褒美です。バカ、いきなり最終形態になるなんて。私は大きく改変されている。悟空さんの復活が間に合わない。貴様らにいいものを見せてやる。まさか今度はお前らも勝つ自信あるのか。まあな。大した自信だね、ベイビー。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。今度は死ぬかもね。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きついな。ちょっと本気でスピードを上げたらついてこられないのだね。それでもスーパーサイヤ人なのか。バカな。所詮スーパーサイヤ人はただのくだらない伝説だった。
まらん。戦う気が負けなくなっちゃった。子供に勝った。待たせたな。ピッコロさん。また何してるの。ま、ベジータはもう動けないようだし、次は君で遊んでみようかな。おお、なかなかの強さだね。通貨に欲しいくらいだ。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット、あいつだ。フリーザだ。サイヤ人の星、惑星ベジータ。今度は死ぬかもね。頼む、フリーザ、フリーザを倒してくれ。ベジータ、まだくたばってなかったんだね。しぶといやつだったよ。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人たちのためにも、そしてこのナメック星人たちのためにも、今度は死ぬかもね。おめえをぶっ倒す。くだらないこと。おめえ、ちょっと頼まれてくれた。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいかなかんだ。やるしかねえんだ。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を捨てれば、歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星を、ほんの少しずつでいい、元気を分けてくれ。君も思ってたよりやりにくいんだけど、君じゃあ僕を倒すことはできない。何を企んでるか知らないけど、数少ない生き残りなんだし、もっと命を大事にしたら。まあ、逃げても殺しちゃうんだけどね。そうだ、それでいい。それでこそ俺の弟子だ。